親の老人ホームの費用は誰が払うのか、支払いが難しい場合に活用したい補助制度について解説していきます。親の老人ホームの費用は親のお金で支払うのが基本です。親のお金とは収入、年金、貯蓄、資産などを指し、子供はこれらを把握しサポートすることが大切です。では入居後に月々の支払いが親のお金だけで賄えない場合どうすればいいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。特定入所者介護サービス費は所得の低い方を対象とした補助制度です。特別養護老人ホームや介護医療院といった公的施設で活用でき、居住費、食費を安く抑えることができます。高額介護サービス費制度は1ヶ月の介護サービス費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分の金額が戻ってくる制度です。ただし介護サービス費の自己負担分のみが対象なので、居住費や食費は対象外です。高額医療高額介護合算制度は、介護保険サービスと医療費の自己負担額の合計が基準を超えた場合、超えた分の金額が戻ってくる制度です。合算期間は8月1日から翌年の7月31日で、自治体での申請が必要です。介護保険料の減免制度とは、各自治体による条件を満たすことで受けられる介護保険料の減免措置です。条件をクリアした場合、介護保険料は最大で7割程度減額されます。老人ホームの費用は親のお金で支払うのが基本です。子供は親の金銭状況を把握しつつ、サポート体制を整えておくと良いでしょう。